ピアノ競争曲第2番派単調オーパス50はニコライ・メトネルが1920年から1927年にかけて作曲したピアノ競争曲。1928年に出版された。初演はモスクワにおいて作曲者の兄弟の指揮により行われた。メトネルはすでにロシアを後にしてコンサートピアニストとして数年のキャリアを積んでいた。 メトネルがパリにおいてこの曲を作曲していた当時、ラフマニノフはピアノ競奏曲第4番の作曲に取り組んでおり、これら2曲は互いに贈答し合う形で、それぞれ検定されることになる。ソラブジはこの曲を高く評価していた。メトネルは1948年にイサイド・ドブローウェンの指揮、フィルハーモニア管弦楽団の演奏で、この曲の録音を残している。 日本初演は2004年、サントリーホールにおいて、マルカンドレ・アムランのピアノ、オッコカムの式、東京フィルハーモニー公共楽団の演奏で行われた。約36から38分三楽章制である。出展 ABCDEFGH、ハイペリオンザ、ロマンティックピアノコンセルト、ボリューム0ニメトネルニ 2&3。2012年12月6日閲覧。AB、 イムスルプピアノコンチェルトナンバー2オーパス502012年12月6日閲覧 ABCDE チャンドスメトネルコンチェルトスナンバーズ 2&3 ブックレット2012年12月6日閲覧ニコライメトネルのページ2012年12月6日閲覧ありがとうございます